皆さんこんにちは。傍若無人な言動でたびたび炎上しているお笑いタレント YouTuber のフワちゃん。今回はそんなフワちゃんに関する誹謗中傷騒動や親友芸人の関与否定についての話をご紹介しましょう。まずフワちゃんは2024年8月4日23時40分過ぎに X を更新し、本当にすみません、今ここで皆さんに報告することではないのですが、言っちゃいけないこと言って傷つけてしまいました、ご本人に直接謝りますと謝罪コメントを投稿しました。フワちゃんは誰に対してどのような言葉を吐いたのか、この時点では明らかにしていないのですが、フワちゃん謝罪投稿前にピン芸人やすこさんに対して死ねと暴言を吐いていました。フワちゃんはやすこさんが2日に投稿したやすこオリンピック生きてるだけで偉いので皆優勝ですとの投稿を引用し、お前は偉くないので死んでください予選敗退ですと投稿しており、この投稿はその後削除しました。フワちゃんが謝罪投稿をする前にはやすこさんは X を更新し、とっても悲しいと投稿しており、フワちゃんの謝罪はやすこさんに対する暴言だろうと推測されています。それから4日経ち、フワちゃんは X に謝罪文を投稿し、問題の投稿はアカウントの乗っ取りや裏アカウントに投稿しようとしたものではないとした上で、投稿当時私はアンチコメントについて話していて、偶然目にしたやすこさんの投稿にこれにアンチコメントがつくならといった趣旨で本件の投稿の内容を記載し、その場にいた方に表示したスマートフォンを見せたところ、操作を誤って実際に投稿してしまいましたと大喜利ネタを誤爆投稿してしまったと弁明していますが、ネット上では苦しい言い訳だと指摘されており、あまり信用されていないようです。続けてこうした行為でやすこさんを傷つけてしまったことを謝罪し、やすこさんとは何度も共演しています、会うたび様子を気にかけてくれて嬉しい言葉をくれる優しい方です、謝罪の際もこちらの体調を気遣い私側の誹謗中傷に対する心のケアのことまで心配してくれましたと、やすこさんの気遣いにも感謝した上で改めて謝罪しています。ネット上ではその後もフワちゃんバッシングが続く中、やすこさんは10日に改めてこの騒動に言及し、フワちゃんさんのことめちゃめちゃ許してます、もう終わりましょう、ただ今何を投稿しても何も知らない人たちが勝手な憶測で物事を書かれ、事実と異なる記事が拡散され、悪質なリプをされ、どうしようもできなかったんです、相手への誹謗中傷もやめましょう、何も言わなかったら許してない、最低、許します、許すな、最低、なんでやねと現状に対する心境を明かしています。またフワちゃんは投稿当時 A マッソの加納さんとトンツカタンの森本さんと旅行中でしたが、この2人は本件の投稿については関わっておりませんと、お笑いトリオトンツカタンの森本慎太郎さんがその場にいたことを言及していました。森本慎太郎さんは8月25日に美容師芸人といわれる小森ギャルソンさんの YouTube 動画に登場し、投稿騒動への関与を否定。小森ギャルソンの動画内で経緯を聞かれた森本は、少なくとも僕が関与していることではないというのだけははっきりと言えると潔白を主張。そして今回の騒動について、やってないことをやったみたいな感じで言われるのはやっぱり答えると心境を告白したのでした。なお今回の騒動の裏で関係者の間ではある疑惑がささやかれているとテレビ制作会社のプロデューサーが証言していました。突然非通知でフワちゃんを名乗る人物から電話がかかってきたんです。開口一番、この度はすいませんでした、生まれ変わるのでチャンスをくださいと言ってプツリと電話を切ったんです。驚くことにフワちゃんを名乗る人物から謝罪電話を受けたテレビマンは他にもいるとのこと。しかも
すべての電話において共通していたのが、この度はすいませんでした。生まれ変わるのでチャンスをくださいという文言。さらに安子さんに対する誹謗中傷騒動を詫び、時には涙声の時もあるのだとか。ただ電話を受けたテレビマンたちはある疑惑を取り沙汰しているようです。それはあの謝罪電話は本物のフワちゃんなのかといった疑惑。いつもと違う口調のため抜け殻状態だとも言われており、関係者曰く、確かに電話を受けたのはフワちゃんと仕事をした関係者ばかり。しかし非通知で一方的に話して切ってしまうんです。確かに声はフワちゃんっぽいのだが、いつもの横柄な口調や甲高い声と全く違うので確証が持てない。さらにフワちゃんがスタッフに謝罪するとはにわかには信じられない。過去には遅刻しても収録中にスマホいじりを注意されても絶対に謝ったことがなかったからです。そんな事情もあり、逆に今回の謝罪電話は偽物ではないかと疑われているんですとのこと。騒動を受けてラジオ番組フワちゃんのオールナイトニッポン0の放送休止や、2022年10月から出演していた Google のスマートフォン Google Japan によるフワちゃん出演の CM 動画全削除などの影響を受けていた関係もあり、最悪5億円単位の違約金を請求される可能性が高いんです。取り乱して謝罪電話をあちこちにかけていても不思議ではないですよと、借金地獄に陥っている可能性が指摘されています。広告代理店関係者は、 YouTube などのネットも今後の対応次第ではバンされる可能性が高い。やはり CM に出演しながら今回の一件で降板させられた、ネット界の名手である Google を激怒させた影響が響いている。今日本は愚か、世界では命に関係する誹謗中傷は完全アウトという基準がある。今回のフワちゃんの騒動は絶対に消せない黒歴史として刻まれた。ネット広告界もコンプライアンスを遵守するテレビ界で活躍するフワちゃんを評価してきたわけですと語っています。今回のフワちゃん騒動や親友芸人の森本慎太郎さんが関与を否定したことについて、ネット上では、ド直球で死んではアウトだな、フワはこのまま日本で働くのやめて海外に定住する方がいいよ、その時一緒にいたんじゃないの、一緒に旅行してたのに、じゃあフワちゃんは誰と悪質投稿して遊んでたんと、両者を非難する声が多く寄せられています。またこういったネット上の反応について、専門家の話は、世間が共有する暗黙の了解への挑戦が笑いの要素になっていると、なおさら炎上した際に激しい怒りを呼び起こしやすい。ここで重要なのは、歴史学者の阿部欽也が世間とは非言語系の知の集積であるとして、対象化することが急務だと述べていたことだ。つまり世間の逆鱗に触れると、法的な制裁どころではない社会的な制裁が発動して抹殺されかねないからであると語っていました。いかがだったでしょうか。今回紹介したフワちゃんに関する誹謗中傷騒動や親友芸人の関与否定についての話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。